おば氏は、日本の氏族。以下のように、羊、系譜の異なる流れがいくつか存在する。平安時代の末期、武蔵七党の小玉党一族で、官務兵士吉文流。秩父行高の子、行来が軍事として、上の国関羅軍をおばを領し、おば氏を称したのに始まるとされる。鎌倉時代は御家人として現れず動向は不明。何流かに分かれ。 発祥地によった上州小幡た氏のほか上級の乱後に分家した秋尾幡た氏がある。家門は軍配に七百五十三笹。発祥地上野によった上州小幡た氏の系統は早くに二つに分かれたと見られ、小幡た絵門城と三河守をそれぞれ名乗っている。前者は小幡たし行を外し、後宗家として国宝城を支配した。後者は系図上では、 おば次郎枝かを祖に持つといい、和し城を本願地とした。ただし戦国期には、両家は独自に行動しており、宗家、分家としてのまとまりはない。上州おば氏は、室町期に、山内上杉氏の悲観となっていたとみられるが、上杉憲政が、後北条氏に追われて、上野を失った際、三河守家は県政に従い、越後に逃れた。三河守家が、 山内上杉氏に仕えて、北武蔵方面に勢力を持っていたため御法上氏に追われることになったとする説もある。その後、小畑三河守は長岡下虎の上杉氏継承に参列するなど噛みすぎ方であったが、三河主身なおは後に武田氏に属することになった。一方で、国宝上の小畑県へについては、御法上方に離反したと考えられてきたが、 近年になってほどなく、ご法上氏から、武田氏に倶返していたことが判明している。その結果、山内上杉氏の没落と、ご法上氏の進出後に、県へは、武田氏の家臣でありながら、ご法上氏からも一部所領の安堵を受けるという、関係になった。武田氏貴族の事実は、県への着難は原服後に、武田晴信の一時から、真実と名乗っていることからも裏付けられる。 しかし、県への行動に対して、県政大挙後もご法上方につかず抵抗していた、美濃和城主、長野成政は、小畑一族の小畑慶淳とその養子、次郎信幸を後押しし、県への草津温泉滞在中に反乱を起こさせ、国法上を占拠させた、小畑寮を、上杉法の勢力下に戻してしまった。このため、県へと、着南、信貞は、武田信玄を頼りがいに亡命した。 信玄は、この亡命を利用し国宝城へ進行、慶順を討ち死にさせ、尾端氏は武田氏の正常修信仰の先鋒となっていく。その後、武田氏が美濃和城を落城させると尾端氏は、武田家臣として、西上の州を率いる立場となり、尾端の赤園や軍団として、三瀬峠の戦い、三方ヶ原の戦い、長篠の戦いなどに参戦。 武田家馬隊の主力として活躍した。しかし、武田家滅亡に伴い、小畑信貞は、織田信長敗下の森長吉に、向上する。そして本能寺の変後は、国法上氏に属すが、天正18年小田原征伐に伴って、国法上も落上した。小田原に牢上していた信貞は、旧友の真田正幸を、頼り死なのに、亡命、52歳で病死する。 徳川家康関東入部後、その配下の奥平信政が尾ばを領することになり、上州尾ば氏は本領を失うことになった。宗家、信貞には実施がなく、一族から数人用紙を取っていた。そのうち後を継いだのは、直行で、江戸幕府に仕えて、旗本となった。また同じく、信貞用紙で直行の実定である有宗、敷地兄弟は、死行が、 真田信之に仕えて、松代藩の重心となり、敷地は、キーは赤山藩に仕官した。松代・大バ氏は幕末まで存続し明治期に、東京へ転出した。しかし、紀州大バ氏は幕末には、藩記録に見えず、消息不明となった。また、直行の三男、直家間は、分家して御家人として、一家を、始めてたが、直オ氏の時に、交付金版を命ぜられた。 甲府尾畑氏の菩提寺は、日蓮州仏国寺である。彦三郎新氏、七郎兵、衛、中国の三兄弟は、加賀藩家臣となった。特に、彦三郎、七郎兵衛はどちらかが、信貞大子となり、小田原落城までは着難、または当主であったとも言われる。彦三郎新氏系はその子、針間守信政の時最女視察事件を起こし海域、残りにやが、 前だけ家,家臣として続いた。このうち中国系のさらに文系が、越中と山半分立の際に、富山移住している。北海道の大畑氏は、明治期に、加賀大畑市着南の大畑淳太郎系が越後を経由し、北海道へ渡ったと推察されている。一方、三河守系は、武田氏の後再び、上杉氏に属したらしく、木平忠時が、上杉影勝の家臣として使え、 米沢藩主として幕末に至った。また三河守系の騎兵系の一門と見られる三屋があり、その中の小畑白座右衛門の家督を継いだのは、小畑張間守正隆次男とされ数佐助系になっている。中世秋国の国人領主として小畑氏が文献に見られる。この小畑氏は、上州小畑氏と同族で、上州小畑氏の一族が南北朝時代初期に、 秋国佐、西郷里石道の自動職を得て、秋国に移住してきたと推測されている。文献での所見は、文奈元年11月の、足利義明下し文、み、シャミ防止工場打ちで、秋国県部名おばたえ文城跡とされる。時代が下ると、おばたえ文城の子孫と思われるおばた行の部が、二重歌詞の道雲寺との所領争いを起こすなど、黒人領主として、 地域での勢力拡大に不審していたことが伺える。大米十一年、当時の秋国守護であった山梨へ対抗するため、国人領主らが結んだ一期契約、秋国人一期形状にも、小畑近いゆきの名がある。また、この地域に大きな影響力を持っていた、五福島館主家からも独立した存在でもあった、ようで、大英三年に友田京富士が起こした、 反乱の際には、大内氏側であった、小端工業が、秋武田市から攻撃され、延命寺で、一族八人ともども切腹させられている。大英七年頃、大内家臣、三井三郎次郎と共に、小端次郎が常盤として、赤道新城に入城して、この助西郷里赤道の地域で復権を果たしたと思われる。天文十二年頃、 尾ば山城入道が赤道を通る山陽道に新たに赤書を設けた記録が残っている。また、天文20年に東高草が無本を起こした際、大内義隆に最後まで付き従った家臣の中に、尾ばた四郎の名もあり、赤道新城にいた尾ば山城神も岩見国津和野の吉見氏を頼って逃れる途中で自害したと伝えられている。大内義隆の自害とともに、 その悲観であった、秋尾端氏も断絶した。しかし、長州藩主として、尾端氏の名前も散見され、生き残り、秋国の毛利氏に仕えた一族がいたと思われる。また、毛利元成の皇室となった中野丸は、萩藩伐越録によると、尾端氏の出身で、尾端坊の娘であったとされる。桜藩の尾端氏は、堀田正都氏の時主観した。この家は、 尾ば信のの弟の子孫だとされ、上州尾ば氏の一族らしい。ただし、先祖の名もなく、系譜関係は不詳である。武前国中津の尾ば氏は、中津藩奥平氏の家臣である。奥平氏が、尾ば藩として、菅羅にあったとき官した家で、菅羅尾ば氏一門の尾ば小次郎が先祖という。これも上州尾ば氏の一族のようである。この系統から尾ば徳次郎が出ている。 長野県渚町にも尾畑市がある。関ヶ原の戦いで、家康軍が木曽谷を制圧した際、先発した武士の中に見える尾畑市の末裔ではないかとされ、かつ上州尾畑市の一族ではないかとも言われる。このような戦地における子孫の土着は各地に存在する。霊京都、浜松、津久井町、八王子、藤岡市など、海 武田氏に仕えた一族。家紋は五枚根座さ。東藤海国の国人、勝又氏の出身。先祖の系譜関係は不、不詳、関政府では、平ら分流とする。上州尾渡氏の同族とする系図もあるが、その伝承に疑わしい点が多く別系統と、同族の二節がある。元は、東東海国勝又にあったが、今川義忠によって、 勝又氏が討伐され一族が離散したため、尾端日常の時に海へ入り武田信虎に仕えた。この時、尾端生徒した。紅葉軍艦では、日常が海へ移ったのは、明王九年であり、足軽大将に任じられたとしている。また、関政府によれば、日常は日蓮宗に消えしていたという。日常の子、尾端虎森も東東海出身で、 日常と共に帰れをもむく。先行から信虎の返帰を受けて、虎の一字をもらい、虎森と名乗って鬼虎と称されたり、信虎、信玄より授かった勘定36枚、身には41箇所にも及ぶ名誉ある傷を負っていたとする伝承がある。紅葉軍艦によれば、虎森は、海津城の城内、カス虎綱の副将として、海津城に配置されていたという。また、 紅葉軍艦によれば、虎森は、臨終の際、よく見のほどを知れと旧文字の遺言で子孫を戒めたという。関営伝によれば、虎森の子、小畑正正時に信玄の命で、小畑から、小畑と改正したという。紅葉軍艦によれば、正正は、虎森と同様に、海図上台に配置されたが、信玄の旗元であることを望み訴訟となるが、 信玄の子息、勝頼と信玄の側近、土山殺具の取りなしにより旗本として取り立てられたという。A6 末年の武田信玄陣立書では、鉄砲集として記載されており、実際に旗本であることが確認される。天正10年3月の小田、徳川連合軍の武田両親公の際には病床に、あり、紅葉軍艦、甲の国士によれば、 黒駒付近まで赴くが3月6日に死去したという。武田氏滅亡後、政サの長男、政忠は旗本となったが2代で断絶した。次男、在次家は徳川家臣、井伊直政に仕えた。三男、影の折については口述する。日常の子、三森は政サが旗本になったため、虎森の医療、同心を継承し、海津城に配置される。 武田氏滅亡後は、織田信長に従属し、本能寺の変後に、越後国の上杉影勝に従属する。子孫は、米沢藩主となった上杉家に仕えている。三森は、春ス取らずなナ、宗次郎が記した、紅葉軍艦に過失を行い、後に三森の老いである、正サの三男、小畑影典に引き渡したという。小畑影典は、正忠と同様に同じく旗本となり、 後に、紅葉軍艦を編纂し、甲州流軍学の祖と言われる。日立国にある大畑氏は、茨城軍大畑優から起こった一族である。居城は、日立小畑城。先祖に関しては、宇都宮市の一族、小立家の三男、三重が、鎌倉木に、小畑城を築き小畑氏を名乗った宇都宮氏流とする、説、大城千三記の三男、義美が、王永24年に、 尾ば城を築城し尾ば氏を名乗ったとする説の二つがある。後後北条氏家臣だった尾ば正俊氏が家康に仕え子孫が旗本となった。なお旗本の尾ば氏は自身の僧尾お光重三とした上で小田氏出身ではなく上州尾ば氏と同じ神田軍尾ば出身とするが上州尾ば氏には三重の名はない。ただしこの一族にはまたべ軍の自頭職で 上州小畑氏の一族である、小畑市郎西門の城の流れが入っている可能性が高い。正都市の家門は、直行系と似て、軍配団船内753笹である。道の区国にある小畑氏は、伊達郡東根上里小畑村から起こった一族である。宇都宮氏の一族で古くから、伊達氏に仕えていたと思われる。留守氏の重心に、小畑盛綱の名前があり、追託。 仙台藩の家臣に加盟が残る。下屋国にある尾畑氏は、塩屋郡大津畑村にある、大津畑城を領した一族、大津畑氏とも言う。出寺は不詳。八板氏は、ひつ川塩谷氏の一族が、大津畑の地に入り名乗ったとみなす。また、那須紀堀駅などには、ひつ川塩谷氏系大津畑氏の前の上司として、大津、畑六郎金房がいたといい、那須は、 金房の羊について、小畑次郎枝かを外するとしている。なお、塩谷氏刑お津畑氏の子孫は、代々小畑氏を称している。上野国小畑氏の研究の記述による。ただし上述の小畑一族の分布は除く。東京特部と大阪府市内を比べた結果、小畑生は東日本に多いという。狭い地域に最も密集して、小畑生が分布するのは、 岡山市で鳥取県八津郡から来住したと伝える。分布集団としては、新潟県長岡市が最も多く、ついで同県南魚沼市のグループが続き、3番目に富山県滑川市、都並市の集団が来る。続いて、茨城県笠間市近在に分布する集団、千葉県富津市近郊の集団となっている。南魚沼郡のグループには、 甲州おば氏の虎正末裔とする家もあるが、虎正が越後にいた時期は、短く疑わしい、とある。他にも甲州おば氏の子孫と称する家は多く、山梨県に多いが、兵庫県や鹿児島県にも存在する。一方、茨城県のグループには、日立のおば氏の子孫の可能性があるという。分布は少ないが、薩摩藩、仙台藩家臣のそれぞれ末裔と伝えるおば氏や、 熊本県天草の大畑市。大内支給神という岩国大伐市も存在する。愛知県松平郷出身とする家もある。また、群馬県大田市にも小集団があるが、この大畑市は、新田市一族及び、日立の大畑市と関係があると伝わっている。ありがとうございます。